曜日その7日はあれですな、その朝は配信あるけど、その夜はまあカウントダウンできたらなって思っても、カウントダウンだから23時半とかに一応3周年カウントダウンできたらなと思ってて、でもね、みんなびっくりすると思うんだけど、8月8ってあの記念日のフォロメ3人いるんすよ。本当に本当にびっくり。アクタンと団長があの配信、初配信のね記念で、あとトア様が誕生日というね、本当あの団長言いたいんですけど、まあ、誕生日とかはねもう生まれた日だから仕方ないとして、団長に関しては当時のマネちゃんに言いたい、おいおい、アクア先輩のアクア先輩が8月8日にデビューしてんだから日付どうにかできただろう、おーい、なんででき、おいおい、できただろうがおい、ちゃんとスケジュール見ろってね、ちょっといやだから言える、今だから言えるよ。いやなんか団長言った気がするんだけどな、当時のマネちゃんにそのデビューあれですよ、アクア先輩です、かぶってるんですけど大丈夫、いや大丈夫っすよって言って、なんかね結構当時のマネちゃんさ勢いが、あの頃はホロライブもまだこんなに大きくなかったからな、結構ノリと勢いだったのは。そうだって団員さんのさファンネームが多くになろうと、そう冗談でね多くになりかけたんだけど、その時もさマネちゃんさ、いや多く面白いっすね、いっちゃいましょうとか言ってて、いやいやダメだろバカ野郎バカ野郎、ダメに決まってんだろバカ変態うるさい、もう知らない、もう知らない、ピアンド M だね、ユア変態、バカ変態うるさい、もう知らない、もう知らない、ピアン